どうも、キース願いまだです。おはしゃ、ツリー。夏の匂い、画面マッチーというわけでですね、今回、今面ビデオ、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関を呼んでおります。うわこんばんは。うわぁ、先生やぁ、ミスター関。デリーの匂いがするぜ。インドじゃねえ。今回の都市伝説は、地球温暖化をはじめとする気候変動に対する対策、木質バイオマス。しかし、命に関わる危険があることは、公にされていない。というわけでですね、今回その木質バイオマスについて触れていきたいと思います。発電用素材として日本でも利用が急激に増えている木質バイオマス。バイオマスとは生物資源の量を表す言葉であり、再生可能な生物由来の有機性資源のことを呼ばれており、その中でも木材からなるバイオマスのことを木質バイオマスと呼んでるのね。そのまんまかよ。親父みたいな。そして木質バイオマスには主に樹木の伐採や造材の時に発生した枝葉などの林地残材、製材工場などから発生する樹皮やノコくず、住宅の解体材などで構成されてる。あのこの間ってスリーマン症候群の患者さんは使えるんですか？消すんだよ。そして木質バイオマス燃料の一つである木質ペレットは、国産より輸入の方が安く調達しやすく、現在は主にベトナムやカナダから輸入され、その輸入量は2012年の7万トンから2021年には311万トンに拡大してるのよ。そして日本が脱炭素を急ぐ中、輸入量は今後も増える公算なのね。そして日本の大手企業や電力会社はアメリカの木質ペレット大手エンビバとすでに提携し、今後年間最大850万トンの木質ペレットを調達する予定をしており、エンビバの現在の年間総生産量の620万トンを超える量となってるのね。しかし生産工場が多くあるアメリカ南部では健康被害を訴える声が増えており、地元 NGO やメディアが問題視し始めているのよ。皮膚バイオマス脱皮じゃねえかよそれは。そして木質ペレット問題に取り組んでいる南部環境法律センターによると、木質ペレットの生産過程で息切れや吐き気といった症状をもたらす揮発性有機化合物や肺を弱める PM2.5、 発がん性を持つ有害大気汚染物という大気汚染が出るとしてんのね。感染の機会解決すんなよ。そして廃木材から出る粉塵も近隣住民にとって大きな問題であり、粉塵に関する規制はあるけども、廃木材にカバーをかけるなど具体的な対策が許可証に示されていない場合が多いのよ。あれ噛んでるんだよね。経験者かよ。そして近隣住民によっては、夜中にいきなり起きて息ができなかったり鼻血が出たりしたこともあり、寝る時に眠りながら死んでしまうのではと思うと怖いと怯えてんのね。そして木質ペレット工場による環境汚染や健康被害の疑いの認識や対応について、日本企業は一部批判が存在することは認識していると認めてんだよ。そして木質バイオマスに対する取り組みを紹介し、今後も実態把握に努め、必要に応じ改善に努めていくとしてるんだよ。そして日本の住宅メーカーも環境や体に優しいとして、木質ペレットを使用するペレットストーブというものを推奨してるんだよ。ペレットストーブスイッチ入ったぞ。そして燃焼の際に出る二酸化炭素が少ないことや、ゴミになってしまう木くずなどが原料となっているため、環境に優しいストーブとして全面的に押し出されてる。しかし室内で燃え続ける木質ペレットによって呼吸困難や健康被害が起きないとは否定できないの。ただでさえ息苦しい。肺疾患だからね。日本では過去に様々な物質が安価で悪影響が少ないという理由で生活に普及していった背景があるけども、数年経てば人体に悪影響、環境に悪かったなんてことがよくあるのね。今後木質バイオマスが家庭レベルに普及すれば、社会的問題に発展する可能性も否めない。これ本当にやばいかもしれなくて、関さん経験あるんだけどね、おじさん家で花火やった時本当に息苦しくて死ぬかと思って。警察だろ。